はい、奈良の皆様、はじめまして。ラインアットビジネス活用コンサルタント、横田修林です。はい、よろしくお願いします。実はですね、奈良県、私ね、今まで行ったことがないんですね。何を急にと思われるかもしれませんので、まずちょっとこちらをご覧いただきたいと思います。実はですね、ネットビスアナリストということで、全国講演活動を行ってまして、インターネットを使ってどうやってビジネスでうまくいくかっていうことについて、まあ、今回の LINE の話以外にも SEO だったりですね、ホームページの改善だったり、いろんなテーマで、訪問して講演をしてるわけなんですけど、実は先日、7月に三重に行くことが決まりまして、で、行ったことない県がですね、ここにありますように、奈良県入ってたんですね。で、お隣の県なので、ぜひですね、奈良の方にも行きたいなと思って、でも公演で呼ばれたわけではないので、しょうがないので、うちの方がね、自社主催にしまして、奈良の方でセミナーを行うことにしました。こちらをご覧ください。はい、7月29日の水曜日、13時から16時、なんと3時間あります。エルトピア奈良さん、旧奈良労働会館さんでしょうかね、の小会議室3でですね、これは駅からも歩いて行けるぐらいの距離ですので、10分ぐらいだったかな。ぜひお越しいただきたいなと思うんですけど、なんとですね、3時間のセミナーで1000円です。通常ですね、この LINE アットのセミナー私、今までいっぱい行ってるんですけど、通常は5000円で行ってる内容が、なんと1000円で行いますので、ぜひですね、20人来ていただきたいなと思っています。で、どんな内容を話するかというとですね、ここにですね、ちょっとお見せしたいんですけど、今年のですね、5月25日に、私が、日頃いるのは新潟の方にいるんですけど、ここの LINE at College という LINE さん主催のセミナーの方で、ゲスト講師で、お話をさせていただいたんですけど、この時は1時間しかね、持ち分がなかったんですけど、この内容をさらにね、追加しまして、こんな内容でお話しいたします。ブロックされない友達の増やし方ですね。個人でもね、LINE アット使えるようになりましたので、個人で LINE アットを活用する方法。あと、複数の LINE アットね。当然、一般アカウントと認証済みアカウントとかね、いっぱい作れますので、使いこなす秘訣。あとは、ライバルに差をつけるプッシュ配信の、方法ですね。あと、タイムラインの活用と誘導する工夫。EC サイトと LINE アットを融合させる秘訣。LINE ブログ始まりましたね。今すぐ始めるべき理由。そして、LINE ペイや LINE モールなど、最新情報などをみっちり3時間の中で、お話ししたいと思います。終わった後少し時間ありますので、質問などもですね、お受けできると思いますので、ぜひね、奈良の方にお越しいただきたいなと思います。で、奈良の方ね、ちょっとね、時間がね、お昼はいけないんだよって方は、この日の夜に、ちょっと遠いかもしれませんが、京都の方で、19時から21時まで2時間になりますけど、同じ内容で、濃い内容でですね、お話する予定になってますので、よかったらそちらの方にお越しいただいても結構です。はい、ということでですね、LINE アットセミナーで初めて奈良の方に来ますので、ぜひね、お会いできるのを楽しみにしております。LINE アットビジネス活用コンサルタント横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。